みんなの中にゲームや映画なんかを見て 3DCG の世界にハマった人はいるかな。360度どの方向からも見られる立体感の迫力はすごいし、ほんとあれを作っている 3DCG デザイナーはすごいよね。尊敬しちゃうな。 3DCG に関わる仕事はいろいろあるんだけど、 3DCG デザイナーは制作全般に関わるキーマンね。遠近感や光と風を最新のソフトと自分の感性を組み合わせて表現しちゃうの。 3D モーションデザイナーは動きに特化したデザインの担当。動きでキャラクターの感情や性格を表現する専門家。もう一つ、 3D モデラーはキャラクターだけじゃなくて背景やアイテムなどを 3DCG で作るの。どの仕事もすごいでしょ。 3DCG デザイナーに資格は必要ないけど、技術と表現力は必要。専門学校で学ぶことが一番の近道よ。 3D ソフトや機器の使い方など基礎から学ぶことができるので、初心者でも安心。また企業のインターンシップやゲームやアニメの制作会社による添削会にも参加できるから、自分の技術とセンスを磨いていけるわ。制作会社で働くにしても、フリーで活躍するにしても、やりがいは大きい仕事だから、みんなも頑張ってね。